その見えるような感じじゃないですよね。そのグラビア的な、一見ねグラビア的な感じです、伝説の美女、伝説の美女。ちょっと釣りでもしようかなと今日やってきましたが、すごい山奥の中に来ました。こんなところにビデオがあります。ちょっと掃除します。プラスチックなんで、捨てた人だと間違われないように、まあ、こういう格好してますけど、ちょっと行きます。よし、まあ、これ捨てるのにもね困ったんでしょうね。ぶっかけね、プラスチックですからね。ね、その見えるような感じじゃないですよね。普通のグラビア的な、一見ねグラビア的な感じです。ね、ま、ね、若い子が来たんでしょうね。ほら、なんかゴミ捨て場とかね、そういうのはなかなかやっぱ恥ずかしいものがありますから、青少年のまあ登録有形文化財みたいなね、青少年のまあ登録有形文化財、なかなかやっぱり今の、ね、ご時世、まあ、DVD になってきたんで手軽にね捨てることができると、ね、ちょっといかがわしいねあれですけど、しっかり遊びましょう。伝説の美女、伝説の美女。こんなもんか。
こんなもんです。結構ね取れました。熱っ。重っ。はい、回収しました無事に。これね、まあ、地域によったらこれ普通の燃やせるゴミでは捨てられなかったりして、まあ、お金かかってしまう場合があるんですよね。こういうビデオテープとか調べたらね、まあ、地域によって無料で、対処してくれたりとか処理してくれたりとか、お金いったりするんで、まあね、いやなかなかね見ないですよね。あの本とか雑誌とかねあって、まあ土に帰ったりすると思うんですけど、こういうビデオテープね、こんな山の中に、あるとはね。いやゴミ袋持ってきててよかったです。まあ、なんかネーミングはね結構卑猥なネーミングの題名のあれなんですけど、なんか パッケージとかそんなに派手じゃないというか普通な感じで、はい、というわけ。あ、まあでもそうっすよね。そうっていうか、まあパッケージが派手なやつって最初に多分捨てるかな、丸めて。でなんか普通のやつはまあキープしててみたいな、うん、まあそうかな。まあでもそうだったらあれだよね、捨てないよね。まあなんかやっぱ DVD ね、 DVD の時代になってきたんで、こういうビデオのもっとかね、懐かしのビデオどうしようってねなる時期がね、今あるのかなと。だからそのビデオ見るね機械とかもどんどんなくなってっていうね、まあ、昔こういうのはいろんなところにあったんですよね、ビデオを捨てたりとか。でもこういうのもねなかなか少なくなってきたというか、でもこの量はすごかったですね。はい、というわけで今日はこんな感じでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。